腕を鋭く振るために知っておきたいこととは。腕を鋭く振る、まあ、基本にはまず左腕ですね。左腕を鋭く振ることでフォロースルーで音が鳴る、風の起きる音が聞こえるかどうかが非常に重要になります。ボールの当たる前に加速が最大になってしまうとヘッドスピードがなかなか出てもそれがボールに伝わらない。ターゲットラインからターゲットライン上にですねエネルギーを伝えることが必要になってくるので、ボールの当たってその後ぐらいのところで加速されていくようなスイングが重要になってきます。そのためには左手の振りが大事なんですが、こうやって振ってもねやはり振り遅れる方が多いんですね。左手で振ればやはりその分手元が先行してしまうので振り遅れやすい。でそこで大事なのがこの左の膝です。左足左膝が非常に大切になってきます。ここでブロックがかかるかどうか、地面を踏みしめてですねここで押さえてここで滑らないように、左足が滑らない状態で体が回るとここでブレーキがかかり腕を鋭く振ることが可能になります。この左膝の、我慢ですね、ここで一瞬固定する感覚がヘッドスピードを上げる瞬間ということになります。一緒に動いてしまっては腕を鋭く振ることができない。膝頭の位置をチェックするといいでしょう。あとはクラブを逆さまにして何度も振ってください。下半身のリードの後にこの膝頭はしっかりと我慢して腰が回る、この膝と腰との分離がうまくできていれば、ヘッドをね走らせることが可能になります。膝が流れてしまうと腕が鋭く振れないということが、理解できます。実際のこのスイングではね膝が少し流れているというかね、つま先が少し開いてますが、まあ、我慢してダウンスイングに入る瞬間のところだけはねきっちりと押さえた状態ですねをキープして最後に腕を振るというところでは、まあ最終的には少し流れる感覚というかね、流れはしないんですけれども少しつま先の向きが開くような形にこのようにねちょっとなっているとは思いますけれども、なるべくですね膝の位置っていうのは、同じ位置でいた方がいいのではないかと。あくまでも腰を回転させる、膝はある程度我慢する、まあ、このような膝と足ですね、で地面をしっかり捉えた上で腰を回転させる。そうするとここでスピードが、出るんですね。そして振り遅れることができない、鋭い振りが可能になります。ということで腕を鋭く振るまとめになります。腕を鋭く振る、振り遅れないためにはこの左足が非常に重要になってきます。左足ですね。そして左手で鋭く振る、この時膝頭つま先がめくれないようにしてください。そして鋭く腕を振る、腰を回転させれば一瞬体がブレーキになり腕を鋭くここで振ることが可能になります。ボールを投げたりとかですねするとここで押さえて結果的に腕を鋭く振るということ、そうすればヘッドスピードも上がる。クラブを逆さまにして左膝をここで踏み込んだ時にブロックして膝がめくれないようにして腰を回す。まずこれが振り遅れない基本になります。ここで腰が回るとともにペロッとめくれないように気をつける。そういうことで腕を鋭く振りヘッドスピードを上げることが可能になります。この左膝のチェックをしっかりやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そして次にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。